クテレソラネットです。え今日はですね年末の話題、はい、福島の皆さんが大好きなこれから作るというあれについてお伝えをしたいと思います。昨日はイカ人参とかですね。イカ人参、えー、まあそれと同じぐらいのソウルフードだと思いますよ。はい、えその話題というのは、えー、こちらでございます。はい。四十九年前、うん、はい。千九百七十四年の茶の間の建成という番組です。<laughs> ほら、持ちついてます。あ昔ながらのキネとウスで。はい、十二月二十八日に持ちつき、正月に備える。 29日は九月くのでついてはならないというふうに言われていて28日につくんですよ、こうやって家でね、ついてたのかな、昔の人は家族総出でね、これ今、おそらく鏡餅作ってるんじゃないかなと思いますけれども、ソラネット、こういうのいただきました、毎年家族集まって餅つきをしています、敵今年は30日の予定です。ということでございました。カンさんの家は私あれですね 餅つき木を使って、餅を。あ、やっぱり家で作るんですね。はいはい、うちなんか新潟なんですが、両親は。はい、新潟のやっぱり本家から。必ずもらってくるっていう。<ー>えー、まあ、あの、福島県だけじゃなくてね。うん、あの、日本人の、やっぱり正月の文化。だというふうに思います、えー。家計調査。こちらでございます。はい。餅、えー、の支出金額ランキング。はい、あれ。福島県民ち。餅、ね。三十九位。えー、と思うかもしれませんが、はい、ここに秘密がございます。はい こののソラネットの調査、うん、福島県民の持ち事情家で持ちをつくという方が22%親戚や友人がついた持ちをあの買う、うん、だからあの41%約4割がまあ買わないと6割の弱の方は買うんだけど4割の方が買わないからもしかしたら購入金額自体は少ないかもし、えー、れないということでございます。さあ皆さあ皆んは どんなお餅が好きでしょうか?。はい、お<う>いいですね。納豆餅、キャベツ餅、西餅、ひきな餅、豆腐餅。はい、あれは関係さんどれ一番好きですか。か私は納豆餅があの定番で好きなんですけれども。毎年一月一日に、あのお雑煮にして食べる。お雑煮餅何、丸四角?。えっと、丸ですかね。丸餅ですかね、どちらかというと。 それでね醤油ベースでたくさん野菜が入って,るっているのが福島のあ餅なんですかねサイ餅なんかは田村の方でよく食べられているということなので餅大好きいろんな餅文化があるのがこの辺りでもあのよくわかると思いますで実はですね一年中で最も餅が売れるのはいつなのかというとこれねこちらなんですよこれも家計調査なんですがこれからまさに12月20日ぐらいからうなぎ登りで上がっていくんです で12月30日が最もあの売れる<ー>これあの鏡餅も含めてなんですがこれあのなぜ 30, 30日なのかというと一夜飾りを嫌う風習があるので正月の神様を迎えるのに大晦日だけじゃなくって30日もお供えしようという,うそういう文化があるのではないかということで、はいえー、ございましたさあそして気をつけなければいけないことがありますよね。はい、それ何かとと言いますすやっぱりこちらです 餅による窒息事故、うん、え高齢者の年間死亡者数は全国で3500人以上と、えー、いうことなのでおじいちゃん、おばあちゃん特に気をつけていただきたいと思います。やははり多いいのがこちら、はい やっぱりね高齢者87%が高齢者ということで<ー>しかも12月1月やっぱりこの季節に窒息事故食事中の窒息事故これ持ちが一番多いんですけれども気をつけていただきたいというふうに思いますで救急搬送される8割以上が高齢者ででねこれ私びっくりしたんですが救急搬送される方の21%がなくなっちゃうはい。だから持ちで窒息しちゃうと やっぱり危ないいっていうこことななんですよねれぜなのかというと郡山市のこちらでございます、うんえー、広域消防組合さんによると救急隊到着まで10分前後がかかる12、うん、1> 1分呼吸が止まると心臓も止まってしまうので詰まった時の応急処置が必要ということになります。はいはいはい、自分たちですぐ そういういことなんです、はい、あのとにかく餅を食べる時の注意点なんですがもう食べやすい大きさにしてください、うん、お茶や汁物を飲んでのどを潤してから食べましょうということで、えー、気をつけていただきたいと思います。